友好交流都市を訪ねて兵庫県香美町、2日目の今日も香美町観光商工課の山下さんのご案内で香美町の魅力をたっぷりとご紹介していきたいと思います。山下さん、はい、2日目の今日はどんなところに連れてってくれるんですか？内藤さん、もう手がカニになっちゃってますよ。そうですか、カニ。残念ながら、はい、カニの初競りはお昼からですので、うん、今日はあるお寺に、行こうかなと思うんですけれども。お寺ですか？はい、国の重要文化財なんかがたくさん収蔵されているお寺がありますので、はい、ぜひご紹介したいなと思いますので、うん、はいはい、じゃあお願いします。はい、じゃあ行きましょう。はい、というわけでまず最初にやってきたのは大乗寺という真言宗のお寺。このお寺には江戸時代の絵師丸山応挙とその弟子たちが描いたたくさんの襖絵が残されています。応挙は修行時代大乗寺の住職にお世話になり、その恩に報いるため襖絵や屏風などを残したのだそうです。こちらのお部屋は孔雀の間でございます。応挙さんが63歳の頃の作品でございます。こちらの襖を開けますと幹が一本隠れまして、先ほどのこちらの枝はこちらの幹に新たにつながってまいります。このように開けても閉めてもお部屋の調和が保たれるようにと工夫して描かれております。こちらお仏間奥に配置されております仏像は十一面観音菩薩と申しまして、今から1100年ほど前に慈覚大師円仁という方によって作られた仏様でございます。こちらのお仏間はですね、高く険しい山の頂にございます極楽浄土の蓮池という想定で作られております。山水の間でございます。こちらも応挙さんの描かれました絵の再生画となります。お仏間というのはですね、高く険しい山の頂にございますので、こちらの高い山の描かれました襖、後ろ側には先ほどご覧いただいたお仏間が実際に配置されております。こちらに描かれております亀や鯉、逆遠近法という手法が使われております。鯉に近づいていただきますと驚いたようにぐっと体を反らして U ターンし反対に逃げてまいります。いや、すごい変わりますでしょ。変わる、すごいですね。鯉がおお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 おなんかちょっと小旅行したような。そうですね、そんな気分ですね。よろしかったでございます。はい、とっても素敵でした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたしました。いや、すごかったです。いいもの見せていただきました。そうですか、満足していただけたら何よりです。はい、山下さん、はい、そろそろお昼が近づいてきました。そうですね、じゃあそろそろ時間もいいようですんで、はい、いよいよ本日解禁となる松葉ガニの初競りを見に行きましょうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。カニ、カニ、あれ、あれ早く行きましょう。山下さん、はい、すごい人が集まってますよ。早く行かないと売り切れちゃいます。大丈夫です。カニの競りは資格を持った人じゃないとできないんで、はい、焦らなくても大丈夫ですよ。じゃあ食べれないんですか？あれ、初競り見たくて来たんじゃなかったでしたっけ？どうでしたかに？朝ごはんも控えめにしてきたんですけど、私。大丈夫です。この後ちゃんとカニ準備してお待ちしている旅館ありますんで。はい、わかりました。じゃあ安心して見に行きます。はいはい、安心して見に行きましょう。はい、はい、前日の夜に出港した底引き船がお昼前に一斉に帰港し、いよいよ初競りがスタート。たくさんの見物客が見守る中、水揚げされたばかりのカニが大きさ、重さ、外観などで厳正に選別され、次々と仲買人の皆さんによって競り落とされていきます。この日は初競りに合わせ、カニの即売やカニ汁の販売などの行われる霞カニ祭りも開催。
会場を訪れた永瀬幸男町長にお話を伺いました。町長、活気づいてますね。はい、そうですね、はい、なんといっても冬の味覚の王者ですから、はい、上町の魅力ってどんなところですか。あの上町は今こうして松葉がね、海の幸、それから山の幸として田島牛というね、はい、夏は海水浴場がね、7つございますし、冬はスキー場が4つございます。そういう中でもういろいろ自然に恵まれた町でございます。はい、もういつ来ても楽しめるわけですね。はい、そうですね、はい、ぜひこの素晴らしい自然の中に吹田の皆さんにおいでいただいて、山の幸、海の幸を楽しんでいただければありがたいなと思います。はい、そうですね、たくさんの方、はい、来ていただきたいですよね。はいはい、岡山町最高です、町長。はいはい、はい、ぜひお越しを待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、はい、どうも。そしてついに来ましたよ、初競りの後のお楽しみ、カニ、カニです。今回カニ料理を用意してくださったのは芝山港の近くにある旅館湯宿川本屋さん。とっても趣のあるお宿で、しかも美味しいカニ料理を出すことで有名なんですって。さあ来ました、カニです。すごいカニがね、たくさん並んでるんですが、川本屋の神さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おかみさん、何からいただいたらいいですかね。じゃあぜひカニ刺しから食べてください。はい、はい、幸せです。お塩とレモンです。さっぱりして美味しいでしょ。うん、お塩がカニの甘みを引き出して。そうですね。はい、これをどのくらい、ちょっと花が咲くぐらいで。ちょっと花が咲くぐらい。はい、はい、うん美味しいです。じゃあこのカニ味噌をつけた焼きガニをいただきたいと思います。また違って、この味噌がまた香ばしくって。ありがとうございます。美味しいです。これね、ちょっとどうしましょう、美味しすぎます。食べたいでしょ。はい、もちろんね、美味しいですよ。すいません。松葉ガニっていうのはどんな特徴があるんですか。まあ、他のカニに比べて身が詰まっててずっしりとして、で甘みが強いのが特徴ですので、食べ応えはあると思います。そうですよね。はい、またあの近くで取れた地元のカニっていうだけあって新鮮ですよね。そうですね、もうそれが一番だと思います。うん、はい、これからね、このカニのもう本格的なシーズンですから、たくさんの方にね、はい、来ていただけるじゃないですか。はい、はい、もちろんたくさんの方に来ていただいて、うん、この霞戸芝山のカニを味わってほしいと思っております。はい、もう山下さん、はい、もう私幸せすぎます。もう大満足です。満足していただけましたか。はい、ありがとうございます。なんですけども、まだ上町巡り、これからいろんなとこ回っていきたいと思ってますので。はい、そうでしたね。はい、はい、で海から見る上町を体験していただこうかなと思ってます。うん、ってことは船ですか。そうですね、遊覧船がありますので、はい、遊覧船に乗って海から上町を体験していただけたらなと思いますので。わかりました。はい、じゃあ行きましょうかに。はい、遊覧船乗りに行きましょうかに。はい。でこちらが、三姉妹船長さんが案内をする遊覧船として、はい、まあ、非常に有名なところですので、うん、ぜひ乗ってみてください。どうも島巡りとありますけど、いろんな景色が見れそうですね。はい、そうですね、海からのまた違った景色が見れると思いますので。わかりました。はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。はい、はい、こちらがこの日の案内を務める三姉妹船長の次女、山岡美香さん。波の高い荒れた海でも難なく船を操縦しながら案内のアナウンスまでこなしてしまうすごい船長さんです。これからご案内、下が白っぽくて上が黄土色、三角の岩に松の木、大竹生えているのお分かりでしょうか。松の木の種が飛んできました。カエルさんそっくりな、カエル様が見えてきましたよ。こっち
回見るの初めてなんですよ。絶景を楽しんだ後は再び地上に戻り、次なる目的地へと向かいます。これからですね、はい、霞鶴っていうところに行こうかと思うんですけども。霞鶴、はい、うん、内藤さん、 お酒はお好きですか？好きですよ。あんまり強くないですけど。あ、そうですか。あの地酒の霞鶴っていうお酒をですね、はい、作ってる酒蔵がありますので、うん、そちらにこれから行ってみようと思います。わかりました。はい、というわけで続いてやってきたのは上町の地酒霞鶴の酒蔵。販売所や試飲コーナーも設けられていて、お酒好きにはたまらない場所となっています。この日は特別に酒蔵を当時の松本さんに案内していただくことができました。こちらの部屋が原料処理室といいまして、お米を蒸す部屋になっております。米ってもともと透明ですよね、はい、で水を吸うとこういう風に白くなってきます。で、まあ、この吸わし加減が、まあ、お酒の味の良し悪しを決めるんですけども、まあ、それは毎年お米っていうものは質が違いますので、その年々で、いい蒸し上がりになるように給水を行います。お酒の仕込みは4日間かけて3段階に分けて仕込みを行います。三段仕込みと呼ばれる方法で行います。今こう表面に泡が来て盛んにこうプツプツなってると思うんですけど、はいはい、ブツ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 なってますよね。なってますね。この中ではどんどん清酒の有料な清酒酵母が増えてる状態ですね。これが踊りと言われる2日目の状態になります。最終的にはこういう形で仕込みが終わります。完全に固まってる。もう立ってしないと、とっても、はい、全然動かないですよ。本当ですか。あ、固い固い。これから約20日間ぐらいかけてお酒を作っていきます。へ、はい、実は今日は今年の初めての第1号のお酒を絞っております。へ、松本さんのご好意で絞りたての新酒を試飲させていただけることになりました。本当に出来たてなわけですもんね。そうです、本当の絞りたてですね。今ざーっと出てきましたね。ちょうど出てきましたね。どうぞ。わ、シュワってきます。シュワってなりますね、うん、炭酸ガスがまだこのお酒にはちょっと含まれてるんでね、蔵に来ないと飲めないようなお酒ですね。このガスはすぐに抜けてしまいますんで、すごい口の中でふわーって広がって、そうですね、そうですね、美味しい、ね、シュワってなりますね。なかなかないですよ、ね、そうですね。いや、山下さん、はい、美味しかったですね。そうですね、美味しいお酒飲めましたね。贅沢ですよね。そうですね、はいはい、で昨日今日とずっと上町回ってきたんですけども、はい、うん、次行く場所が最後の場所になっちゃうんですけどね。嫌です、最後なんて。嫌って、さっきカニ食べてもう帰っちゃうよみたいな雰囲気いっぱい出てましたけど。いや、だってもう山下さんに案内していただいたら、はい、もう上町のいろんなとこ見れて楽しいんですもん。そうですか、ありがとうございます、うん、で次行く場所が余部っていうところなんですけども、はい、余部って聞いて何かこう思い浮かぶこととか。余部ですか、はい、余部、あー、あ、あれ鉄橋？そう、鉄橋なんです、はいはい、で鉄橋がもう今、うん、橋脚3本残して、はい、あとはもう撤去されちゃって新しい橋がかかってるんですけども、まあ、その新しい橋と残ってる3本の橋脚、うん、鉄橋の残りをちょっと見学に行けたらなと思いますので。あ、鉄橋、はい、あ、新しくなったんです、ね、そうなんです、はい、知らなかったんですね。到着しました、山下さん。はい、到着しました、はい、ところでどなたですか？はい、我が上町観光商工課の藤原課長補佐です、はい、で余部鉄橋、はい、余部橋梁についてものすごく深い知識と思い出がありますので、はい、今日は説明をしてもらおうということで、はい、あそこ3本残ってますね。明治45年に完成した余部鉄橋、余部橋梁なんです。
もうまだ十分頑丈で大丈夫なんだけれども、昭和61年の お正月前に列車の事故、まあ、転落する不幸な事故もあったもんだから、風速規制を強くしたんですよ。そしたら冬場を中心に大体150回ぐらい列車が運休することになったもんだからね、これではいかんということで新居に掛け替えることになりました。で、この新しいコンクリート橋は去年の8月に、立派に完成をいたしました。本当素晴らしい技術の粋が集まっておるんです。で、前の余部鉄橋は全部で11本あったんですけれども、3橋脚だけ残しました。で、それこれは、来年にまた展望台になりますから、また皆さんぜひお越しいただきたいなと思います。もう高さは同じ40メートルですけども、もう日本海が見えますし、素晴らしい展望台になりますから、ぜひお越しください。わかりました、ありがとうございます。山下さん、2日間本当にどうもありがとうございました。最後はこの上町役場の前からということなんですけども、はいはい、上町ってこう町としては、ね、まだ歴史がないとおっしゃってましたけど、はい、それでもやっぱり歴史のある町が一緒になってますから、はい、もう見どころも満載でしたし、もう美味しいものもたくさんあって、本当に私上町のこと大好きになりました。そうですか、ありがとうございます、はい。でこれから上町はカニのシーズンにも入りますし、うん、はい、それから町内に4つあるスキー場でウィンタースポーツも楽しめますので、うん、はい、吹田市の皆さんにもぜひ遊びに来ていただきたいと思います。そうですよね、もう今年の冬、そして私も、はい、もっと天気のいい時にまた来たいと思います。はい、ぜひお願いします、ね、ぜひ皆さんもこの上町に遊びに来てみてください。山下さん、本当にどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。